ラジオシャンネーム、藤岡さんから頂きましてありがとうございます。どうも。石川さん、中村さん、こんにちは。こんにちは。ちは僕が解決してほしい悩みは、お前って男が好きなのと聞かれた時の返しの言葉を聞きたい。僕は石川さんと同い年なのですが、今まで彼女がいたこともなく、彼女の彼女も知りません。うん。会社の先輩に、お前って男が好きなのと聞かれた時、普通に否定すればよいのか、冗談めかして返事をすればよいのか分かりません。これわかんないんだよなぁ これわかんないんだよ知らないんだ教えてくれ教えてください。声がでかいな。<laughs> 教えてほしい。声がでかいな、えー、なるほど。はい。これは問題ですね。難しい問題ですよ。僕はここを、わかりました。一年ぐらい悩んでますけど、答えが出ませんので、ね。はこれ行きましょう。行きますよ。はい。ということでやっていただきましょう。ビクトルさん命令をそういった困ったな。 そういうときには、こう言えばいいんだ。え女が好きに決まってるじゃないですか。っ, <laughs> って言えばいいんじゃないかな <laughs> 息の飲み方やばすぎる。<laughs> これで、あのー、伝わると思います、相手に。<laughs> 伝わんないですよえ何回やってきたと思ってるんですか、それ <laughs> え、これ伝わんない今ので伝わんないまあ、あの今のを聞いたら、ええあ、あなた先輩だとしたら、ええ、どう思いました男が好きなのって俺に聞いて、ええ、俺が今の、そんな、女は好きに決まってるじゃないですか <laughs> <laughs> 言ってたら、知り合うことをやめる <laughs> <ー>。<laughs> やばいやつですよ。そろ、そこを聞くまでは普通にカタカタカタって、あ、はい、はい、おはようございます。えー、おおなんか好きに決まってるじゃないですか <laughs> <ー>。って、ああってなるわけ、ね、そ,う <laughs> そうなります。<や> <laughs> <laughs> どうでしょう、これ。<laughs> 完全に男が好きなやつんって <laughs> <laughs>。あ、そういうふうに撮っちゃいました <laughs> <laughs>、えー。わかる。僕にはわかる。 こいつは男が好きだそうなんですよ。えー、あの、今ね、この場に同じ悩みを持った人が一人いてですね、まあ先輩に限らず、同期ぐらいにもね、えー、なんかあの、荒ぬ疑いをずっとかけられて、とあるね,ね、バレーボールの現場ではもうずっと言われてるもんね。<laughs> 一生言われ続けてます、ね、隣には座りたくないって言われてるもんね、えー。もう、あの、本当に石川ハーレムと呼ばれる状況があっ <laughs> あ男性しかいないから、えー。石川ヘブンになりましたからね、あそこは。あそこはほら。 キャストが多いからさ、ええ、すごくね、やっぱりスポーツものってキャストが多いわけですよ。ええ、だから座る場所が少なくて、あのー、だんだんこう、徐々に徐々に席が埋まっていく中で、ね、はい、最後まで近くの隣は空いてます。空きますね。で、最後に来た人が、あ、そこかって言って仕方なく座ると。はい、で、ウェ l カムっつってね、僕が。<laughs> 呼ばれてる。<laughs> 怖い。